コードギアスメールマガジンをご覧の皆様、こんにちは。コードギアス反逆のルルーシュ R2 リー真空役の緑川ひかるです。全国の天使様、よろしく。皆さん、シェンフー輝く時ご覧くださいましたか？シェンフーとはナイトメアでしたね。実は僕、今回この R2 に、真空で出ることになりまして、で、もちろん1期シリーズは全部見たんですけれども、作品全体的に面白かったのですが、やっぱ僕はロボ好きとして、ナイトメアの動きをどうしてもやっぱり重点的に見てしまっていたようなんですが、とても斬新なロボットだと思うし、メカアクションも個人的にツボつきまくりで、今回ね参加させていただけるのなら、やっぱりナイトメア乗りたいなっていう思いがあったので、でそれを楽しみにしておりました。でいただいた設定資料集には、いずれシェンフというナイトメアに乗る予定って書かれてて、予定か、じゃあなくなる可能性もあるのか、でも乗りてえな、どんなナイトメアなのかな、その名前からこういろいろ想像してた時期が懐かしいです。で本当に乗ることになりまして、でしかもなんかいわくつきじゃないですか、だいぶ前から作られていたんだけれども乗りこなせるパイロットがいなくて、保持されていたみたいな。まあ、確かに真空はすごいキャラクターですよね。知性もルルーシュ並みで、その体のねそういうアクションもスザク並みだったりするので、まあ操れちゃうのかもしれませんけれども、そういう訓練もちゃんとしてたのか、偉いななんて思ったりもしました。それでまあ実際に戦闘シーンバンバン展開されたと思うんですけれども、まあ皆さんご存知だからあれだと思うんですが、シェフ体が、あ、シェフじゃない、シェフじゃない、シンク、ごめんなさいね、シンク体がねちょっとあんま思わしくないので、あんなメカに乗っちゃって大丈夫なのかなって思ったりもしたら、確かとか乗ってましたよね。なってましたね。大丈夫ですか？僕はやっぱ心配です。天使様が泣いちゃうぞ。頑張って守るのはいいけれども、それと同時になんか体を蝕まれていくのかと思うとね、おじさん本当ね胸がチクチクしちゃいます。でもね、これからも見守っていきたいなと思います。で次回はですね、思いの力、もうね9、10と真空的にはかなり美味しい見せ場があって、本当ありがとうございますって感じなんですけれども、11話にもまだあります。でもゼロ的にその11話の真空は無様な真空らしいです。そんな無様な真空でも萌えなんですね。僕は萌えでした。皆さん果たして萌えていただけるでしょうか？ぜひその辺を気にしつつご覧ください。